今週一時12年ぶりの1ドル125円台をつけるなど円安が進む日本経済、自動車など輸出関連企業には追い風となっていますが、原材料を輸入している中小企業はこの状況をどう受け止めているのでしょうか。風戸記者の報告です。今日は1ドル124円、そしてこのグラフを見ても分かる通り、今週は一時125円に達しました。中小企業への影響は。今週火曜日、東京外国為替市場の円相場はおよそ12年ぶりに1ドル125円台をつけ、円安が進んでいます。江戸川区で大豆加工業を営むこちらの企業、創業107年の小川産業は大豆のおよそ 85% をアメリカから輸入していることから、円安の影響を大きく受けています。円安ということですね。それがやっぱりこの会社にとってはかなりのダメージがあったっていう現状ありますね。はい、やっぱり4割以上は上がりましたね。輸入大豆の高騰に伴い、国産大豆の値段も上がっているといいます。安いものを求めたいんだけれども、値段が高騰しているというのは、今26年産の大豆に関してはかなりその部分がありますね。煽りを受けたこの会社は3期連続赤字に転落。対策として製品の価格を 15% 上げたほか、給料や事務費をカットし、今期ようやく黒字に戻りました。給料を減らしたりとか、それからまあそういった広告宣伝費を減らしたりとか、それから運搬の部分も抑えたという現状が今黒字に転換したんじゃないかと思いますね。小川さんはこのまましばらくは円安が続くことを覚悟して、中国や東南アジアなど新たな海外市場での商品展開を検討しているということです。